皆さんこんばんは。デモクラシータイムズウィーケンドニュースの時間です。今日は11月8日午後7時、今日は収録で行っています。夏が台風とともに過ぎたと思ったらもう急に肌寒くなって、今日はちょっとなんとなくこの厚手のものが必要な感じがしています。しかし台風が去ったのは気象の話で、正解はいよいよこれから荒れ模様、台風があるんじゃないかなっていう感じさえします。閣僚2人が相次いでやりました。そして後を追うように身の丈発言で国会が揺れています。ちょうど国会が開いているもんですから、非常に結構な餌がばらまかれたんではないかと思うほど、賑わっています。今日はそうした政治状況と、それから目を海外に向けて、アメリカ、中国、香港、このあたりの話をみんなでしていきたいと思います。今日の、コメンテーターを紹介します。東京新聞記者の望月磯子さん、はい、よろしくお願いします。元朝日新聞アメリカ総局長の高成田徹さん、よろしくお願いします。そして今日初登場、中国専門の売文化と言っておられる天笠大蔵さんです。どうもよろしくお願いします。天笠さん、売文化って何？拙い日本語を書いてですね、拙い中国語を書いて、それでここをしのいでいると。こういう家業はやっぱりその、ジャーナリストとかそういう高名なもんじゃありませんで、やっぱり売文化ですねやっぱり物を売って自分の分を売って、それで高校しのぐったらね、そんなにね、そんな人様に誇らしげに言える商売ではなくて、やっぱりその卑しい商売です。いや、記者なんていうものは。いや、そうやってね、こうやってデモクラシータイムズ少しずつウィングを広げていきますので、よろしくお願いします。じゃあこの1週間の動きをざっと追ってみたいと思います。先ほど、今回ですね、今日のテーマは身の丈発言その後です。ご存知の通り、この身の丈、私はね、今年のやっぱり何とか賞、流行語大賞の年間、あれに入ってないのがおかしいんでねこれを入れたら絶対今年は身の丈だと思うんですがそういうことを萩生田の文部大臣が言ったことで、事態がガラガラと動いています。そして国内政治を見ると、この発言から、国会でもっていろいろ集中審議が行われ、今日もその、今日でもっていろんな発言が出てきて、安倍さんの足元がいささか揺らいでんじゃないかなと思うような展開になってきました。それで一方ではですね、やはり、アメリカのトランプですよね。特に、4日からバンコクで始まった ASEAN 首脳会合、これはもう ASEAN といっても ASEAN だけじゃなくて中国も日本も韓国もアメリカも出る会合なんですが、この ASEAN の首脳会合にまたトランプさんは欠席しました。それでこの欠席して国内で何をやったかというと、パリ協定からの離脱ということを決定しました。これが11月4日の月曜日です。でその ASEAN の首脳会合ではインドが、RCEP、 これは東南アジアのですね、自由貿易圏構想ですけども、これに不参加を表明しています。インドが警戒しているのは中国の経済力です。でまた一方、この ASEAN 首脳会合の隅でですね、安倍首相と文在寅大統領の10分間の日韓首脳歓談ですねが開かれたというんで、これもいろいろ評価がありました。そして5日には国会で大学入試改革についての参考人質疑がありました。でここにベネッセの役員が登場して、試験の採点方法、これについてはアルバイトを入れてるということもあるんだよというふうな話をして、いやこれでどうなんだっていう話がだんだんややこしくなってきております。で6日にはですね、今度はソフトバンクが15年ぶりの赤字を出しました。前回は1兆円の黒字だったんですけど、一点赤字です。これは投資ファンド、これの赤字、特に WeWorks っていうですね、アメリカで展開されているカシオフィス
へのこう期待が急速にしぼんで株価がガラガラと崩れ、それで投資会社になったソフトバンクがおかしくなっている。これも一回ゆっくりやってみたいと思っているテーマです。まあこんなような1週間がありました。やはり国政の方では理閣僚の辞任に次いで、萩生田さんの足元に火がついたこの身の丈、ここから今日は議論を進めていきたいと思います。いやそんな調子でですね、まあ、内外いろんなことがあるんだけども、まあ、あの身の丈発言、天笠さん、これどんなふうに受け止めます？いや実はそのね、民間の業者が大学入試試験の英語を行うということは、ね、感謝しちゃいけないんでしょうけど、あの身の丈よりも腹回りの方を気にし、腹回りと血の質を気にした方がいい方がああいうことをおっしゃってくださったんで、初めてこういうことが起きてるんだと分かった。で、まあ英語だけではなくてね、国語やら何やら他の科目についても民間の業者がやる。そんな重大なことがですね、あの身の丈発言が出るまで世間は何も知らなかったということ、こっちの方が驚きですね。一体日本のマスコミってどうなってんですか。まあマスコミだけじゃなくて、そこにやっぱり、まあ、大学の関係者の人たちも結構いろいろ気がついたわけですよね。でもそれがやっぱりみんなの共通の関心にならなかった。まあこれはある意味今マスコミと言われましたけども、メディアのアジェンダセッティングの一つの問題かも分かんないですね。藤木さんどうですか。そのね、あの前の芝山文科省の、あのどうですか、埼玉かなんかの参院選の時の演説にね、そうそう、埼玉の知事選の時ね、大学生の現役の子が参加して、やはりその入試の改革がおかしいって声を上げて、で同じ彼を私はあの秋葉原の参院選の最終日に、あのいつもやるね秋葉での安倍さんがやってくる大きな大演説集会、そこでもですね、その同じ彼が一枚のこのプラカードを持って入試改革反対、今すぐ撤回しろっていうのを本当に一人だけで持ってやってたんですね。その姿がすごくあのよき、一人でどういう思いなんですかって言ったら、なかなかあのメディアにはね取り上げてもらえないけど、自分にとってはすごく苦労してきて、次の入ってくる子たちが今これだけ揺れ動いているような、 何一つしっかり決まってない制度の中で本当にやっていいんですかって、それをあのぜひあの知ってもらいたいという思いでね、もういろいろ、署名を集めたりもやったんだけど、もう最後は直接しかないと思って選挙に来ましたと。それで柴山さんの時に彼が言ったもんだから、警官にこう、ね、恩出されちゃったですよね、ベルトがちぎれましたというね。あのでもあの時はなんか一つの事象として出ただけで、だからといってじゃあこの問題見直しましょうかっていうところにまでは進まなかったですよ、ね、そうなんです。だからこの問題が出た後、あれそういえばあの時に警官に排除された学生が言ったのはこれだったんだよねみたいなね、深くながら私もそういうふうに思ったんですけどもね。田村さんどうですか。私はずっとセンター試験のね、あの監督官っていうのをずっとやってきて、それはすごい大変なことなんですよ、試験っていうのはね。だからそのレベルのことを民間にそもそも任せること自身が、あの明らかにおかしいと思いますね。ですからもうあの受験体制っていうかな、そういうものに対しての冒涜行為だし、もうはっきり言ってあの受験生の人権侵害ですよ、これは。こういうことをねこのままやっていたら、だって採点方法も決まってない中でやって、じゃあっていうことになったらね、受験生どうやって対応するのかっていうことで、いろんなところがあの試験をやって、それぞれのところの、その、例えば C1 とか C2 とかクラスのその客観性なんてないじゃないですか。そういうところで強行してる、することになってたということ自身がね、もう考えられないですよね。もう本当にここまであの日本の、まあこれやってるのは役所ですから、役所の人はおそらく心の中で全員がおかしいと思ってたはずなんだ。そんなものを通しちゃうっていうことで、もうあの文科省の役人のね、もう根性が歪んだというかですね、免従腹背ですかね、もうひどいですよこれ誰に聞いたってこんなのおかしいっていうに決まってるのをね、そのまま分かりましたとやってるということ。でもこれもまあ言ってみれば安倍さんになってですね、大学入試についてはいろいろ教育再生委員会ですか、まあある意味であの今まで日本の行政っていうのは役所がそれぞれ立案して、そのボトムアップ政策を決めたんだけども、ボーンとその中、まあ、内閣府とかですね、内閣官房にそういうあの委員会が設けられて、首相直属でもって何か決
決められて、おいこういう方針だからあとは役所これでやるよっていう流れの一つの典型だと思うんですよね。でも子供を巻き込んじゃいけないですよ、こういうことにね。うん、NHK さんがね、詳細にその官僚や政治家や学生の言い分を聞いて、うん、あのネット上で割と長い分をアップしてましたけど、官僚はみんな、うん、いずれどっかでものすごい歪みが来て、もう引くも自国、引かぬも自国だって思ってたし、でも自分たちの中では何人か抵抗してた人もいたけど、うん、もう結局政治の上の中でね、上から決まっちゃったものにも抗いようがないっていう、まあ、あの加計学園もそうなんですけど、あの政府の上で決められてしまったものにも諦めてしまってるっていう状況が今回のもあって、結果としてその犠牲者は誰かっていうと、紛れもなく子どもたちだった、ね。私実はね、共通一次一期生なんです。で、まあね、あの数学と物理はできなかったもんですから、高成田さんの後輩になれなかったんですけどね。で結局受けなかったです。ただ学校ではね、2年の時からマークシートの塗り方から何から随分やらされましたよ。でもそのくらいの、ね、制度設計がしっかりして、それで、まあ、2年から3年の、ね、移行期間があって、それでもうまくいかないのに、だって高校生は点数の配分を見ながら自分の勉強をするわけじゃないですか。英語がこのぐらいのボリュームだからこのぐらい勉強しようってね。だけどそれも決まってない、大学によってどうやるかもわからないっていうところで、ね、ゴールポストのないところでサッカーやれって言ってるようなもんですよ。本当に広いです。でもどうしてそんなことが起きちゃったんですかね。その官邸主導、政治主導、まあ、これがね、だんだんこれから解き明かされてくると思うんですけども、ね、まあ、これまで正面突破っていうかね、いろんなところでいろんな人がブスクス言ってた、うん、まあ、そんなものはどうでもいいやと、でともかくやるんだって、少なくても今度内閣が新しくなって萩生田さんも最初はそのつもりでいたわけですよね、うん、そしたらその前に2人の官僚が相次いでね、選挙違反絡みでもってこう腹、まあ、首が飛んだと、うん、でそうしたらこの身の丈発言が出ちゃったもんだから、普通だったら、まあ、それでもやり過ごしたんでしょうけど、果敢にやっぱりその官邸というか政治サイドが対策っていうか、もうまずいと思ったらすぐ急転直下逃げろみたいな感じのこのとこ流行ってるじゃないですか、うん、その辺からちょっと雲行きがおかしく変わってきましたよね。そうですね、あれは多分菅原さんも河井さんも菅人事だって言われてるので、稲田さんの時はですね、散々批判されて、どん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 いろんな証拠がメディアの報道によって出てくるにもかかわらず、で本人自身も後で聞くと稲田さん自身も早く辞めたいって首相に言ってたけど、頑張れと言っても延々とこう引っ張りましたよね。で今回それ、それとすごく分かりやすいのが、今回はやっぱりだからあの人事は菅さんの人事なんで、やはり彼がどう判断したのか、まあ危機管理にね、ある意味やっぱり批判がどん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 積もり積もっていくよりかは、今この瞬間に切っといた方が、まあ、あの週刊誌見てても続くまだまだ情報は集まってるとかで終わってますから、やっぱりその後も続くこともある程度情報として分かってたのかもしれませんけど、非常に早かったですよね。ただね、菅原にしても、川井にしてもですね、その人品骨柄の癒やしさはね、就任前からみんな知ってるわけですよ。川井がね、あの何ですか、自民党総裁 外交補佐でしたか、そんな役職今までないですよ。当てがみして作ってね、やつは海外回ってね、アメリカ行って誰に合わせろって、台湾に行って蔡英文に合わせろ、そんな合わせるような価値のある男じゃないです。そんな人間が大事になってること自体が問題ですよ。だけどそれが出たと思ったら、まあ、確かにこう非常に手際よく、あのお手打ちにしてしまったって感じですよね。そこら辺の菅さんの見る目っていうのはないんですかね、ある意味。あの人誰ですか、あの人ってそんな中身のある人なんですか。いや、その河井さんや菅原さん、いや菅さん自身が、ガースは目見えるんですか。私も目見えないと思うね。だけど、まあそうは言ってもね、無所属の会で寄ってくる、寄ってくる人に餌をやらなかったら誰も寄ってこないですよ。いや、それはだからね、二階派と一緒ですよ。二階派と一緒ですよ。もうね、あのクズでもね、何でも頭ね、数は力でね、いいわけです、うん、犬でも昔の自民党総裁選挙、その党員投票始まった時にね、犬猫が党員になりましたけど、それと同じ、なんかね、政権の、まあ、末期というんならまだいいんだけども、なんかこれがもう日本の政治そのものなのかなというね、それがすごい、それは恐ろしいところですよね。次々とね、
河合さんは公選法疑惑で辞めて、でも私はの預かり知らぬところだって言ったと思ったら、うん、昨日出た週刊文春ではね、その大臣中のスピード違反をやって、その護衛者の後ろにいる県警にね140キロなんで、ね、でもあれ先週書いてるんですよ、前の週に書いてるんですよ、一部一部も出てるんですね、うん、続報がないからそれ無理やり拡大したんでしょ、週刊文春。なるほどなるほど、うん、そして今日中国新聞がね、あの県議が河合案里陣営からお金をもらってましたって、うんうん、次々と、まあ、だからそういう人でも、まあ、閣僚に処遇しなきゃいけないっていう、うん、まあ、言ってみれば自民党の中のお家事情って言いますか、うん、まあ劣化ですよ ね、 ねえ、で石破派を全然入れなかったじゃないですか。そうでしょ、これある意味その多分身体検査するとどうしてかといえば、うん、結構、ま、大丈夫そうなのは石破派に私の知ってる感じではいるのかなと思うんですけども、うん、ここ総裁選であれだけ、ね、総理とぶつかって、うん、もう今回そのもう主外視的に人事に手入れたなと。でこういうことをやるっていうのが結果としてやっぱりそのまともなその目線でやはり組閣をできてないっていう、うん、こう今につながってたてるんじゃないかな。そうでしょうね。だそこで結構手際よくこう問題解決したから、うん、今度、うん、まあ萩生田さんが出てもパッとこう変わり身が早かったですよね。だから収めるつもりだったんだろうけども、うん、これだけ逆に火に油を注ぐような結果になったですよね。ただこれはこのままで済ませるわけにはいかんですよね、うん、でなんか2年、延期24年度になったかな、うん、そんなことじゃないですよ、全面凍結ですよ、うん、全面凍結って見直ししかありませんよ、うんうん、まあ、今その話が出ましたけども、結局今は英語テストですよね、英語テストを、まあ一応遅らすということが、これもどうも新聞報道によると菅さんと、官房副長官、杉田さんのラインでもって決まったと。それで早く危機管理をしたということ、うんうんうん、でもこういう決まり方に対して自民党の中から、これまではもうあんまり自民党の議員の人たちは声を上げられなかったけど、一体誰がこんなこと決めたんだっていうのが起こり出しているっていうのは、これはやっぱり一つの変化じゃないかなって気がするんですけどもね。英語だけじゃなくてね、うん、国語も記述式でやるって言うんでしょ、うん、何十万でしょ、うん、そんなものを採点、50万人ですよね、採点できるわけないじゃないですか。そうすると模範解答っていうのを用意して、うん、そっからどのぐらい外れてるかで点をつけることになるわけですよ、うん、だったら記述式じゃなくてさ、うん、マーク式で同じことなんですよ、うん、だからそれはもう本当にね、無理なことをやってるんで、英語だけじゃなくてね、他のものについても全面的にもう凍結というか、うん、見直しですよこれはね。まあ、でも多分そういうふうな瓦解が始まるんでしょうけども、こうなってきたそんな無理をですね、どうして進めたのかっていうと、やはりそこの一つのキーマンが下村さんですよね、まあ、今出てきてる、学習塾の元経営者、まあ、塾業界ではもうカリスマ的な方らしいんですね、いわゆる塾の経営の大、まあ、私たちの代弁者であるっていう、そういう意味では非常に分かりやすいことをやりましたよね。まあ、でもあんな人が塾長の塾行ったら子供かわいそうですわね。でも下村さんのその学習塾から政治献金もらった話っていうのは以前も随分出てきてますよね。だ普通だったらちょっとこれは自重しようとか警戒しようとかっていうことなんでしょうけど、その後の動きを見てると一気にその路線を突っ走ってるという感じがしますね。まあそれはね、数を頼みにしてるんでしょうけども、なんか久しぶり族議員っていう感じで、ね、利権絡みのっていうのは、ね、昔ね、文教族っていうのはどっちかというと君が日の丸とか、ね、道徳とかっていう、そういうことを一生懸命旗振った人たちが文教族だったのが、最近はだから受験業界とかですね、教育産業とかっていうところと組むっていう、これまあ確かにね、今日本の成長産業がないときに重工ちょうだいダメだねと、これからソフトだサービスだ、お教育だと、で今教育にいろんなとこが出てるじゃないですか、そうすると手っ取り早く教育のが公共事業を取ろうと思うとテストとかそういうところになるんですよね。太田正俊さんって、まあ、朝日新聞でもよく連載を書かれて、教育ジャーナリストの方が今日指摘されてたんですけど、まあ、下村さんがクローズアップされてるんですけど、下村さんがまずですね、まあ、今回の記述式の導入とか英語の民間式の導入みたいなことを、やらせるその叩き台としたのが、その教育再生実行会議の前の、教育再生実行会議と別の産業競争力会議、いわゆる竹中平蔵さん、あそこのラインで作った元を原案にしたものを下村さんが引っ張ってきてるっていうのがあって、つまりその流れっていうのは、まあ、要はその経済界にとって財界にとって
必要な、まあ、つまりあの経済をうまく回していく駒としてね使っていけるような人材を作っていくには、また経済財界と一緒に歯車を合わせられるような教育って何なのかっていう、うん、この延長線に来てるんで、うんうん、まあ、必ずしも下村さんだけじゃなくて、ね、やはりその竹中平蔵さん以降のあの新自由主義的なですね、うん、経済財界重視的なものを教育の場にも持ち込んできてるっていう流れが、まあ、今日のここの状況なんじゃないかっていう指摘されてます。これだからその文教族だけの問題ではなくてね、うん、小泉政権以降の、うん、やっぱりこの自民党の体質だと思います、うん、あの非正規雇用をね拡大して、まあ、あの頃アップアップだった日本の企業を助けたわけに死を送ったわけですよね、うん、それがどん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 拡大して、うん、もう商売になるものだったら何でも商売しちゃうというようなね、うん、まあ、日本人がハゲタカになってるものだと思いますね、うん、でも何でも結局効率と利益っていうものが大きな物差しになってきたっていうかね、うん、だからこの試験だけじゃなくて今ちょっと前問題になってましたけど、教育の中でもって文学教科書の中で文学なんてのはいらないから、もっと論理が、まあ論理ってのはいいですよ、でもそれはなんかあの解説書を読めるようにするとかっていう、そっち側の方のなんていうかハウツーもの的な教育エデュケーションというよりもインストラクションの方にねシフトするような教育課程が今進んでるってことが問題されてましたけどね。だって学問なんてものは実学でないものの方がね価値が高いんですよ、うん、だって PhD っていうのの PH ってフィロソフィーでしょ、うん、哲学なんかで飯は食えませんよ、うん、ただそれをねそういうすぐに役に立たないものを時間をかけてやるからこそね、うん、学問の価値があるわけで、それはあの理系の基礎研究だと、うん、基礎研究と一緒だと思います、うん、でもね、うん、日本の教育費っていうのが OECD なんか今最低なんだってね、その支出がね、本当はお金をかける教育にお金をかけるっていうことをやらないときにね、なんか民営化すればいいみたいな話でもう全然レベルが違う、もうただでさえも今日本の学術研究が世界に置いてきぼりになってる中でね、もっと本当にお金を投入すべきことやるべきことっていうのに全然政治が向いてない、そして役所もそっちに向いてないっていうね、本当に情けない国家ですね。だから確かにね、英語の問題、下村さんが言ってる、10年間考えてみんな英語喋れるのかみたいな話されるとその通りだと思うんだけども、英語喋るのなんてね長嶋茂雄が初めてアメリカ行って帰ってきた時にいやアメリカすごいですね、車全部会社でした、子供も英語喋ってましたってそれはその環境から喋れるんですよまあだけど本当そのじゃあ民間の知恵を入れること自身は悪いことじゃないけども、どういうふうに入れるのかっていうところをちゃんとやらないと、だって今入れようとしてるのは知恵じゃないでしょ、うん、お金でしょ、うん、いやそれでベネッセっていうのあの、まあ、名前が出てきたりとかですね、僕は GTEC なんていうのはその入試のっていうか試験システムそんなのあったのは我々の世代は知らなかったんだけど、 TOEIC とか TOEFL とか英検等は知ってましたけどねあ最近は GTEC かみたいな、でそういうところがなんとなくこうラインナップに入ってくる、一体誰がどこでどう決めたんですかっていうところが気になるところですね。もともと入学試験じゃないですよね、うん、ここの自分が英語力が増えたっていうことをね、うん、見ることだし、あるいは留学する時の大学が基本的にこのぐらいの英語レベルを持ってる人来てくださいねというね、そういうのを見るため の、その第二外国語として英語を使ってる人たちのための試験というところでね、それを入学試験に使うなんて間違ってますよ、ね、高いですしね、あの一番高いのが1回で2万5000円 で、あの、ね、低所得者層対策って言っても2割だって言ってるので、やっぱり2回受ければそれこそ低所得者の方でも4万払わなきゃいけないわけですよね。それはもう所得 の、 あの貧困家庭の方々がやっぱり地域所得格差によってあの受験の平等というのがね守られないっていうのは、これはいろいろ対策取ってもこれこのシステムを導入しようとする限りはどうしてもこの格差を埋められないと思うんですよ、ね、だからマーケットからすれば高い方の受けた方がいい点もらえるっていう、うんうん、そういうことになっちゃいますよね、うん、だから本当そういう話が大学関係者なんかから出てたにもかかわらず、うん、ほとんどこう滋賀にもかけられずみたいな感じじゃないですか。それと気になるのは東京とか都市部に住んでるとそんなもんいいじゃないかみたいになるんだけど、やっぱり地方とか僻地とかそういうところに、それで逆に
そのお金が出せない人の立場というものに立ってきちんとものを考えられる政治家があまりいなかったということじゃないかなって気がするんですよね。いや、ね、文教族というと名田尾博吉さんという大変な文部大臣いましたけど、名田尾さんがいたらこんなことにならないですよ。だからみんなその官僚も結構都市のこの中高一貫学校みたいなのが出てくるし、政治家も2世が多くなると、例えばほとんどがみんな東京育ちなんですよね、今ね、2世3世の議員ってのは。安倍晋三ですら東京育ちですからね。だからそうすると分からない、しかもそういう仲間だけでやってると地方みたいな、僕たちも本当東京で育ちましたけど、青森に5年いればですね、いろんなことをこう目から鱗がボロボロ落ちるっていう、そういう経験をしたんだけど、普通なかなか東京にいて東京の学校行って東京で就職するとなかなか分かんないんじゃないかなって、そんな感じもするんですよね。まあね、地方で育ってもバカはバカだと思いますから、まあ今決めた人たちどうやったって何も分かんないんだと思いますけどね。ただこういう問題っていうのは教育の問題だけじゃなくて、僕はやっぱり安倍政権のね、ちょっとなんかこうあまりにも長期政権でなんか一強が続いてきたがゆえに基盤がちょっとガタついてきたんじゃないかなって感じもするんだけど、どうですか、こう一緒にいつも記者会見でしてなんか感じるとかありませんか。そうです、多分今回のは水道の民営化も入管法改正もいろいろね、まだまだ準備不足って同様にいろいろ批判あったんだけど、突っ走ってきたじゃないですか。だから現場の9月ぐらいに朝日新聞さんと河合塾さんが調査して、現場の教員から7割8割反対の声が出てる。でこれ私ぶつけた時も文科省で適切に対応するって、もうそんなの所詮だから何みたいな、おそらくやっぱり水道法改正同様ね、まあいいんだと、我々与党が多数持ってるんだから多数決の原理だっていう形で押し切るんだろうなって、まあでそれで通ってきたっていうところはあったんですけど、身の丈によってそれまでまあ声を上げてたけどそこが可視化されてなかった学生さんたちがね、自分たちでマイクを持って叫んで署名を持ってってっていろんなシーンが流れるようになって、で時にやっぱり10代の子たちがネットも含めてものすごい政権に対して批判的な声が出てきた。で、まあ野党の方なんかと話してると、おそらくね、自民党のネットサボ分析の中で、あれと、これまで10代といえば我々の強固な支持層だったのに、この大切な投票権を与えた層がこの入試改革ということを基軸として一気に離れていってしまうかもしれない、その危機感を持ったんじゃないかという、まあ推定してましたけど、ここはだからいわゆる自分たちを支えてくれてると思ってた若い層に見放されていくっていうことの危機感を相当切実に感じたのかなと、まああとその、まあ、無理が、じゃあ政権、でも子供が先生、政府は萩生田切れますか、萩生田を、どうですか、ね、今回はね守ろうとはしてますよね、まだ。でもあれ切っちゃうと総崩れ始まるかもわかんないですね。でも厚労省ですよ、こういう問題があるっていうことで、ね、問題提起をしてくださって大変感謝しかなっちゃった確信犯だったりして、実は。だけどね、これやっぱりそのこれから出てくるカジノもそうだけどね、天下の下にさらせばおかしい問題がみんな分かってるのに、それでも関係者の中で大丈夫大丈夫って進めようとしてるわけでしょ。あんなカジノなんてもろに議論すればですね、どう見たって部がないと思うんだけど、どうだから 今度だっていよいよカジノ管理委員会のそのまあなんていうか メンバーのね、国会承認だってあるし、それも作んなきゃ、カジノのためにさ役所1個作ってやるのみたいな話ですよ。そういうのまともに議論しておくか絶えないと思うんですけどね。いや、カジノに関してはね、これが造船疑国以上の疑国にならなかったら、この国は新聞も地検特捜部もないということですよ。いやだから今もね、週刊誌もはじめポチポチと出てきたけど、僕は今度 の入学試験の問題のあまりにもずさんなやり方を見てると、次はカジノだなと、カジノにみんな、だってこれはね、入学試験もそうですよ、自分たち自分の意見言えるんですよ、そんなのおかしい、だそういう馴染みのある話で議論し始めた時に絶対僕は今の安倍政権持たないし、そのカジノだって今中心になっているのは菅さんですよ、あれ。
結局だってカジノ管理委員会を作ろうっていうカジノ問題のあれは内閣官房に置いてあってそこが司令塔ですから官房長官が実際仕切ってるわけですよ。しかもそれをご自分のところでやろうかなとしてるわけで当然そのそこでやろうとしてる人は安倍さんのあのまあお友達であるクリあのトランプさんのまたお友達っていう。そういう誰でも分かりやすいものアデルソンですね、うん、ただあとは日本国内の業者いますからね。みんなだって金の人たちですよ。あそこに群がってるのは誰が見ても僕は分かると思う、うん、ただ僕は菅さんよりも僕はキーパーソン二階さんだと思います、うん、で菅さんはね最初のカジノ基本法ですか、うん、最初の法は通せなかった、うん、公明党説得できなかった、うん、それで公明党の頭を下げて最初の法案を通したのは二階さんですからね、うん、まあ、だけどいろんなことやってるといろんな人があぶり出されてきて、うん、だからやっぱり公正な民主主義できちんと手順を踏んで議論したんですか、うん、先に話があってからいろいろ審議会作ったりあの国会審議やったりして全てその手順を踏むだけの、うん、そういう政治がずっと続いてるわけじゃないですか。ものすごく安倍さんになってあの賭け問題もそうだし、うん、メモリ党問題もそうだし、うん、これが延々と続いていることがいよいよ僕は火がついてきたな、うん、で次はカジノで燃え広がると。いや燃え広がってほしいんですけどね朝日新聞さん東京新聞さん頑張ってもらわないと。まあ、林さんがね白紙ですって言って横浜市長選を戦って、うん、実は半年前ぐらいにまさに今起こっている藤木カジノのね、うん、あのカジノ反対の藤木企業の藤木さんが、うん、に彼女が相談しに来たと、うん、その時にその自分の対立候補として出そうな長島逗子市長をやってた、うん、元フジテレビの方だったと思うんですが、うん、彼がどうもカジノ反対で打ってきそうだと、うん、どうすればいいでしょうと。でその時になんか私的なチームを作ってすぐ調査させたらしいんですね。おうおう、それやっぱ市民のもう当時でさえやっぱり7割8割反対。そそうで、ね、横浜さん皆さん リベラルじゃないですか、うん、基本的な人たちの層が、うん、でいやこれは勝てないということで次の日カジノは白紙っていうことを、まあ、つまりでもそれは結果としてやっぱり欺いてますよね、うん、突如として それで民意を解いた上でのカジノなら分かるんですけど、1ヶ月前にね官房長官に会いに行って約1ヶ月後に突如として彼女を、まあ、発表しましたよね。いや私はねカジノはね決して反対じゃないんです、うん、あってもいいんです。やっぱ健全な国家にはね健全な博打必要なんですよ健全な博打になりますか。ところがね今の日本のカジノの、問題は健全なプロセスを踏んでないということ、これが最大の問題です、うん、健全なプロセスっていうとですからそのボトムアップなりね、うん、そのどうやって公正をね、うん、確保するかということですよ、うん、でそもそもねですから日本は刑法で全ての賭博禁止になってます。そうですよね。で、ただその公営、ギャンブルということで中央競馬会なりね、うん、地方自治体は持ってるわけです。それは公が、ギャンブルを管理してそれでもね公正は 100% 保てるわけじゃない、うん、今回の最大の問題は刑法を変えずに今のある法制度の中でやろうとして今まで国がその特殊法人と地方自治体にしか認めてなかったものを民間業者にやらせるというね、これもまた民間ですよ。しかも民間でも中心なのは外資ですよね。外資です。外資とコンソーシアムを組むと、ね、中国で自動車産業がやらされてると同じパターンですから、ね、でもそんなことやってそのためにね今度カジノ管理委員会っていう100人規模の公正取引委員会で匹敵するぐらいの規模の役所を作るって言うんでしょ。そんなもんがねまともな神経で通るのかっていう。ところがね日本人で鉄火場の管理したことあるのはヤクザもんしかいないんですよそもそもあんなものはね肩でやるすっ肩でやる仕事じゃないんですよ。経験もなければ見識もない、そんな人たちがねカジノ管理委員会作ったところでね、カジノ業者の背面調査できるんですか、うん、でもそれできるのは警察庁だけですよ。だから今警察官僚と法務官僚があそこのポジションを取ろうとしてる、結局パチンコとしてね、警察官僚の天下り先になるだけでしょ、うん、天川さんはねマカオの専門家じゃないですか、はい、先ほどその、ギャンブルはいいっておっしゃったけども、うん、仮にそのマカオがね、うん、日本にできるって、うん、どういうことになるんですか。私去年の10月にね週刊東洋経済でちょっとカジノのインタビュー2つと、うん、まあマカオのカジノのね、その
大発展の原因みたいなこと書いたんですけど、うんうん、それはマカオの今一番大きなカジノ業者ギャラクシーという、うん、ギャラクシーです、はい、これは最大の業者なんですけどもね、うん、ギャラクシーも日本に入りたい、あとはまあマカオのカジノ王というとスタンレー・ホーという化け物がいましたけども、うん、それのまあ2番目か4番目の2番目の奥さんの、うん、子供の、ローレンス・ホートがいまして、それメルコっていうカジノを持ってるわけ、カジノ企業を持ってるわけです、うん、両方とも日本にはもうよだれを垂らしてるわけですよ、うん、いやまあカジノの話はまた聞いてだけどね、多分ね少しやっぱりあまりにも身勝手て自分たちのペースで物が進みすぎて、うん、進んでることが危機感がなさすぎるんじゃないかと思うんですよね、この辺で一つガツンとやらなきゃいけないと思うんで、引き続きデモクラシータイムズ追っかけていきますのでよろしくお願いします。あ、それでそうだ、はい、望月さん今度新聞記者2をやるんですよね、はい、15日から、新宿ピカデリー公開、これ今なんか映画館広がってまして55巻スタートで、うん、ドキュメント愛、森達也監督が10ヶ月ぐらい、うん、私を小松原茂之さんという助監督と一緒に密着取材をして、で、まあ、私だけじゃないんですけども、この数年間の中に出てきた籠池さんですとか伊藤詩織さんとか前川喜平さん、いろんな人が出てくるわけだ、まあ、インタビューしたり彼らを直接森さんたちがこう取材したりっていうので、うん、ドキュメント愛上映始まりますのでぜひ、楽しみにします。すでに過去の、デモクラシータイムズではこの予告編もやってますから昔のクリックしてみてくださいさてじゃあ次のテーマです。高野さん、またトランプですけども、なんかどうなってるんですかアメリカは今。もう今弾劾の話が出てきてるので、うんうん、ガタガタって感じしますけどね。ただパリ協定はもうなんていうんですか、この日程通りという形で、まあ、離脱ということで、まあもともと選挙公約でしたから、やっぱりそれを守るということが一つのトランプの、なんていうんですか、力強さを示すということなので、まあ、やったわけです。ただね、皆さんもなんかこれ選挙目当てだって言ってるんだけども、最近の世論調査見ると特にまあ基本的にやっぱり気候変動は感じてるんですよ、アメリカ人自身も、ね、アメリカでもね、ハリケーン結構出てますからね、だからやっぱりね、気候変動はおかしいというね、これ問題だっていうことの認識が出てきてなるほど。それから特にね、若い人は、これはまあ共和党も民主党、もちろん民主党の方が多いんですけども、党派を問わずやっぱり気候変動に対してね、非常に危機感を持っているということがあるので、本当にこれを突っ走ったことがね、その選挙に有利かっていうとね、そうではないように思うんですね。トランプの周りはそういう人たちが多い、まあ、人多いんですけどね、まあ、石炭だとかね、うん、石油だとかっていうところですから、うん、だけどどうも私はそれだけじゃないし、むしろこれを突っ走ってることがね、うん、マイナスになるんじゃないかなという感じすらしますね。なるほどね。グレタさんでしたっけ、少女の、ねね、演説のお話なんかを見てても、はい、ちょっと私はあれ気持ち悪くて見てらんない、うん、見てらんないですよな何か見せ物小屋のね、昔の中国にいた見せ物小屋の子供買われてきて、なんか箱の中に詰められて、ピキッとってこういう漫画も書かれてるみたいですけどね、いやなんかちょっと僕はあれは気持ち悪くて見たらありませんねまあだけど結構共感は向けてる、うん、まあ、その気候変動に対してやっぱ大人が何もやってないんじゃないかっていう、そのメッセージは確かにその通りですよね。これに何かやらないと日本見てもすごいひどいじゃないですか、気候変動でね、温暖化ということが出てる、それはもう世界中でみんな同じような現象が出てるんですからね。ただだからね、産業界でも今そういうふうな SDGs でそういう化石燃料に頼らないっていうことで企業の選別が始まってる、だからこれヨーロッパ行くとも当たり前のことですよ。だから日本はものすごく売れてるわけでしょ、アメリカはもうそれはやらなきゃいけないと言って、それを反対側を向くっていうすごい選択ですよね、だけどね、歴史への逆行ですよ、だけど僕は面白いと思ったのはね、この間、アサドがトランプを表してですね、アメリカのトランプは今までの最高の大統領だと、今までこうね、散々人殺ししてもうまいことを言って偉そうにしてきたけど、あの人はやりたいことをすぐ率直に言ってくれるから、アメリカが何をやりたいかがすぐ分かるから、透明性の高い大統領になると褒めてましたけどね。でも確かにね、まあ身の丈じゃないけども、あの人はアメリカを身の丈の国に
していく大統領じゃないかななんてふと考えたりするんですけど、今まで相当背伸びして世界を背負ってたじゃないですか。だったら横田基地早く返してもらいたいですね。だけどまあ、あの程度のがまた出てくるってことにはならないでしょうね。そうですか。ただ昨日ですか一昨日ですか、そのアメリカの世論調査で、トランプ支持 56% って数字が出てきましたよね。で共和党は8割から9割で、民主党8割ですか、で民主党が、民主党が3割から4割くらいトランプ支持というんで、民主党はそんなにで、まあ鳴らすと 56% って何が受けてるんですか。わかんないんですよ、それが理解できない。面白いんですかね、まあ、もしかしたらフォックステレビかもしれませんけどね。あ、ちょっと、まあ、世論調査なんてそんないい加減なもんですよ、まあ、怪しげですけども、ね、でもそのスイングステーツというね、まあ、ところではもうかなり接戦になってるし、個別のやると、トランプ対バイデンとかトランプ対ウォーレンっていうと大体その、トランプの方が負けてるんですね、世論調査で。そうなの、でもウォーレンが出てきたらスイングステーツはなんかみんなトランプが総取りだとかっていう、あの、まあ、確かに そういう数字的にはね、あのまだあのあれですけどね、まあ、今一番のニュースはブルンバーグが出るという、ブルンバーグ前もあったんですけど、それはね、独立で出ると言ってたんだね、それはもう票割っちゃうじゃないのって言うんですが、今度は民主党のレースに出るということなので、まあ民主党の中でその大統領候補になれるかどうかということです。でももう1年というところだけど、もうすぐですよね、だからね、やっぱり今のまんまだと、まあ、あの基本的に言うとその民主党の中のリベラル派というのが強いと、まあ、サンダースとかウォーレンっていうんで、ね、それに対してまあ、ある種の危機感があるという、まあ民主党の中のなんていうんですかね、保守派というのか穏健派というか、それを持ってまあブルンバーが出るんでしょうけども、なかなかね、今お金持ち嫌われてますから、いや嫌われてみたい。でも本当にね、ここ数年かなりそういうふうな、まあ、あのアメリカでも社会主義なんて話が出てきたぐらい、やっぱ貧富の差は相当まあ激しくなってきてるし、このまま行ったらやっぱり希望がないなっていう人たちは相当いますよね。だからその人たちがどう選挙に動くかっていうのはポイントだと思うんだけど、それはやっぱり民主党の戦略戦術もあると思うんですけども、やっぱりこれからの弾劾をいかにうまく使っていくかっていう民主党がね、考えてるとこで、もうじきあの公開の場でのその公聴会というかですね、いろんな証人を呼んでという、ところが出てきて、もうかなりトランプ大統領がそのウクライナに圧力をかけてですね、政治的に 使おうとしたというところが出てきそうなんでね、まあ、これはアメリカの外交政策の中でも、まあ、こういうことはめったにない、まあ、今までなかったということですし、やっぱりあの他の国を使って外交政策をね、歪めてしまったということ、まあそういう発言を今度の最初の公聴会で、あの公開の場でも前の国務次官補の人が言うようですけどね、だからなんていうか、力が弱ってくるとこうね、逃げる人が出てくるってのが分かるんだけども、力が強いところでそういう人たちが出てきてる、だからあのトランプなんてどんどんこう自分たちの閣僚みたいに切ったじゃないですか。で僕はふと思うんだけど、今度だってあの二閣僚が、ね、日本で辞任したのも秘書がみんな騒いでるわけですよね。で昨日だからなんか自民党のところで、麻生がね、秘書ぐらいちゃんとしろとそんなやつに言われるようなダメだってこう言ってるんだけど、まさにトランプなんて今そういう状況が僕は起きてきてるんじゃないかなっていう感じがするんですけどね。日本の官僚機構はね、なかなかその告発が官僚の中に出てこないんでね、出てくるわけですね。ただそれで何ていうか、支持率ってやっぱりググッと落ちてくるものですから、ニュースなかなか、まあ、あのもう今党派で分かれちゃってるので、それが直ちに支持率にはならないでしょうけどね。ただあの日本と同じように、まあ、無党派というかですね、今度は共和党に入れよう、今度は民主党に入れようかっていう人たちも2割とか3割いるわけですからね。そこに対して、こういうこの不正、というのがね、私はそれなりに影響出てくるだろうなと思います。で今日、まあ、昨日あたりのニュースでもって中国との関税が、まあ、ちょっとこう少し折れ合うような方向に動いてますよね。だからまあああやってこのイデオロギー的な形の危機感を煽るというのも一つの手かもわかんないけど、あれやってるとやっぱり経済にボディーブローが効いてくるから、さすが舵は変えたなっていう感じはしましたよね。でも中国の間ってすぐ収まるわけじゃないし、なかなかこれから中東情勢もあるし、石油価格もどうなるかわからないしね。まあ、みんな今そのエコノミストたちは景気が悪くなるというふうに見てるんですよね。まあ、それに対してアメリカは まさにそれをひっくり返そうとしてやってるというので、まあ、株価だけは
先読みだかどうか上がってますけどね。いや僕はだけど逆に今の株価の動き見てると、どっかでバブルに火がつくんじゃないかな。今度の孫正義があれだけ損害出したんだって、うん、底流にはやっぱりアメリカの生やしてるね、バブリーなものがどっか避けて、うん、後になってみたらあれが一つの、うん、まあ言ってみや、ね、あの予兆だったなっていう、だから大統領選と関係なくそっちが動くんじゃないかなっていう感じもあって、うん、面白いなと思って見てるんですけどね。これまで投資で稼ぎまくってたんですよね。そうなんだからね、本当、まあ、あの借り換え大王ですよ、借り換え大王、うん、ね、借金の借り換えで、まあ、じゃあ次に行きましょう。今度、天勝さんのところの香港ですね。香港どうなってるんですか。今日とうとう今日ですね死者が出ましたね。今でも死者はよく言われたんだけども、未確認情報です、うん、まあ、今香港の頭に血の上って暴れてる若者は、うん、SNS でいろんな情報を発信するわけですけども、今朝ですか、うん、今朝死んだ22歳の大学生、うん、香港科学技術大学の学生ですかね、うん、まあ、エリートの一人ですよね、うん、で今回は香港特政府が発表ですから、これは確実に死んだわけです。なるほど、ちゃんと政府発表ですね。そうです。で6月以来、まあ、いろいろ衝突ありましたけれども、うん、初めての死者です、うん、これは非常に大きな意味を持つと思います。で僕は香港がこれで最終局面を迎えるんだろうなと、今日 昼前ですか、うん、そこを見た時に感じましたね。4日の日でしたっけ、はい、上海で習近平と、はい、行政長官の林鄭月華さん、ね、キャリーラムさんね、はい、2人があって、はい、僕はてっきりね、もう行政長官更迭かみたいな観測が出たじゃないですか、うん、そしたらなんか最高の信頼をしてるなんて。あれはね、キャリーラムの、辞意表明、うん、あと更迭ってロイターがずっと書いてきましたけどね、うん、結局それが事実でなかったということを、うん、証明 したわけですけども、香港特別行政区、うん、行政長官というのは誰がやってもうまくいかないのです、うん、それは香港返還後統権下、その次が、蝶ネクタイのドナルドさん。なんでうまくいかないんですか。香港の長官って何も権限ないです、うん、もう中間管理職の典型みたいなものです。で香港市民というのは自由に対しては非常に敏感であります、うん、で今回のまあ、その逃亡犯条例、うん、は、まあ、その香港人の自由に対する脅威をかきたててしまったわけですね、うん、今までとだからだいぶ質の違った運動になってますよね。まあ、7月の半ばまでは極めて平和的な運動だったんです、ね、100万なんてあんな香港で何万いるんでしたっけ。香港700万です、ね、でしょ、7分の1ぐらい人が集まっちゃったわけですよね。100万のあと200万ですからね、うん、あ200万ありましたね、うん、あの時は極めて平和的なデモ行進だけど、この今度の死者の問題を別にするとね、なんとなく僕は収まってきてたのかなという感じもしてたんですね。それはね、高成田さんがね、日本の新聞とテレビ見てるからそう感じられるんです、うん、日本の報道は全く香港の現実を反映してない、うん、もう7月の後半、8月にはネーザンロードという香港の銀座通りでね、うん、警察と学生が衝突をして、うん、衝突したというか学生が警察署を襲撃したんですね、うん、それで反撃してもそこで催涙弾を撃ちまくったわけです、うん、私目の前で催涙弾爆発しました。ただその週末の状況と普段のところっていうのもあるし、そうです。それからまあ経済が悪くなってる、非常に悪くマイナス成長ですからね、そうなった時にまあ中間層というのかが、まあ、もうそろそろいいんじゃないかっていうね、そういう収束感が出てきてんじゃないかなという気がしたんですけど、ね、8月の始めた後、その後半から9月にかけて香港行ってきたんですけども、土曜日の夜、うん、香港の銀座のようなところ、チムサーチョイというところありますけど、その大きなレストランに行っても客は一組しかいないんです。ああ、そう、ええ、うん、そんなこと日本の新聞もテレビもどうも書いてない、うん、で9時に行ったら、すいません今日10時半までですって言うわけですどうしてって言ったら、いやもう、ガキどもが騒ぐから、うん、私たちだって地下鉄が止まってバスが止まったら帰れない、うん、ということは市民と完全に乖離してます。学生が有利してきたってことですか。完全に乖離してます。いつからそうなったんですか。
僕は7月の後半だと思いますね。やっぱり対立ですか。でもあれだけ100万も200万もいるんだったら、それは逃亡犯条例という、うん、その逃亡犯条例改定ということにね、おそらく700万香港人のうち、うん、おそらく300万か400万か全て反対してるわけです、うん、まあ、そうでしょうね。でところが過激化していって、うん、ね、あの市民生活を脅かされる、うん、週末になると地下鉄、週末の夜は地下鉄動かない、バスも来ない、タクシーも下がり場に寄りつかない、うん、で飯を食いに行ったら帰れないわけですよ家に。で今度レストランに、レストラン、ホテル、ホテルはもうね置きっぱなし5割以下です、うん、で香港のホテルは高い時の3分の1です、まあ、それで香港は結構ホテル代高いんだよね。ホテルも高くて、高成さんとね97年に香港返還の取材に行った時、あの頃まだ安かったです。あそこからもうぐんぐんうなぎ登りで、世界で一番ホテル代も高ければ不動産価格も高いわけですよ、うん、その香港がこれからどうなるんですか。私は悲劇的な結末を迎えざるを得ない。悲劇的結末、ええ、うん、より強硬な措置を中国が取ると。中国が取るか、香港特政府に取らせるか、うん、それはまあ分かります。だけど先ほどおっしゃったように流血あると思います。だんだん分離されてくるとね、うん、一部のまあ過激派だという、うん、ところであれば、そこを抑え込めば済むというふうになってくる、うん、そうです。それでまあその9月以降ね、まあ、香港人の香港の友達なんかと話してても、あんな暴れてるやつら、とっ捕まえて中国に送ってくれたからよっぽど気持ちがいいというような声も出てきて、うん、普通の市民がそういう感覚なんですね。だけど逆に その過激派に対しては非常にこう苛立ってるけども、でも中国が出張ってきて、どんどんこれがね中国の支配下になったら香港の人たち嫌でしょ。香港は中国なんですよ、支配下っておっしゃったけど、まあうん、香港は97年にイギリスの植民地から、うんね、中華人民共和国の香港特別行政区になったんです、うんうん、もう中国なんです。台湾とは違うんです、うん、そこのところはっきり分けて考えないといけない。うん、だけどじゃあ香港の人たちはもうしょうがない、我々はそのまあ北京に永住するしかないというふうに思ってるんです。いや、でもあの時にあの金の卵を産むようなアヒルは殺さないって言って一国二制度で、で多分香港の人たちも中国がだんだんこっちに寄ってくんじゃないかなっていう幻想を持ったんじゃないかと思うんだけど、全くそうなってないですよね。ね、香港返還の年にね、あのアジア経済危機というのがありました。そうでしたね。で北京は香港ドル買い支えました。で2003年4年くらいだったですかね、あの中国大陸中国人の僕あの大陸中国人、香港中国人って言った方がいいと思います。中国、漢族ですね、うん、まあその大陸漢族の、漢族とは大陸の公民の、うん、香港自由旅行を解禁したわけですね、はい、そうですね。それで、2003年4年5年というのは、ね、香港漢族の、中国共産党、大陸に対する好感度が非常に高かったんです、うん、好感度が高かった。そうです、うん、でところが期待してたわけだ、ええ、うん、でところが香港というのはね、もともと反共難民都市なんですよ、うん、共産党を恐れて、ね、逃げてきた、まあ、あの上海周辺のエリート金持ち、あとはまあその戦乱を逃れて食い詰めてきた人がいるわけですけども、彼らは大陸に対しても一貫してね恐怖感を持っている。でそれはまあその移民してきた香港一世ですよね。で今暴れている若者たち3世になるわけですけど、彼らの中国に対する理解って全くないのです。大陸に対する理解って知らないって意味ですか、それとも共感がないって意味ですか。あの、理解したくない、知りたくない、目を背けたい、うん、それでね、まあ、あの6月から7月にかけてまだ平和的にで抗議活動が行われている時に、ね、まあ、香港の大学生なんかと随分話したんですけど、で彼らにお前大陸のね、大陸とあの強大な大陸とどうやって戦ってね、うん、その条例撤回を、条例改正撤回を勝ち取るの、うん、君たちにどういう戦略があるのと話してもね、毛沢東の持久戦論を読んだことのあるやつは一人もいないで毛沢東が持久戦論という本を書いてたことすら知らない、うん、でもそれはもう日本もみんなそうじゃないですか私たちは。だけどでも彼らが頑張って結局キャリーランドを撤回したわけですよ ね、うん、そういう意味じゃ押し返した、うん、一時的には押し返したわけですよ、うん、であの五大要求っていうのは結構それを
やはりさすがにその香港政府側が飲めるかっていうと飲めないでしょ。飲めないんですね。いやいや、香港、違う、香港特区政府はそれを実質的に拒否する、同意する権限与えられてないですもん、うん、それ決めるのは北京ですから、うん、で特にその行政長官選挙を含むね、うん、その民主的な選挙制度、そんなもんできるわけないじゃないですか、うんうんうん、まあでもできるわけないかもわかんないけど、うん、香港の人はそれじゃ困ると思ってるわけですよね、うん、いやそもそもそのね、うん、完全な民主選挙っていうのは当初の要求に入ってなかったんです、うん、途中から。いやそうするとね、だんだん、まあ、学生というか、うん、まあ、いわゆる若者が過激化していくというね、そうですね、市民の方がもう生活をね、重視したいから。私は2014年の雨傘運動の時からね、雨傘もそうです、今回の逃亡犯条例改定抗議運動もそうですけど、これはね政治問題じゃないんです、経済問題なんです、うん、まあ、経済問題だけど経済問題であり、あとは、ね、生活闘争なんです、うん、それは若者が大変だということ、生活の、あのね、香港この10年で、地価3倍になってます、うん、でも築何十年のボロマンションでも、うん、オークションですよ全部、うん、 そうだね、それで雨傘運動のそもそもというのは、まあその、きっかけトリガーはね、行政長官の選挙制度改悪だったわけですけど、うん、そこで爆発するにはその不満が充満してたわけですね、うんうん、で、まあ、香港というのはさっき山田さんおっしゃったように金の卵を産む鶏だったわけです、うん、中国にとって、ところがですね、香港には投資移民制度というのは あったことがありましてね、日本円で6000万円の投資をすれば、うん、香港のパーマネントレジデンスになれたんです。それが、まあ、その今世紀に入ってからその中国人がですね、とてつもない金持ちになって、それは大陸の中国人に認められた特権だ。いや、それは日本人が言ってもいいんですか。そうですよ。あ、そうなんですか、ええ、うん、それは日本人であろう中国人であろうが朝鮮人であろうが、うん、6000万円の投資をすれば、うん、香港のパーマネントレジデンスになれたわけです。なるほど。ところがその時にその特権を最大に、最も利用したのは大陸の金持ちだったんですね。そうですよね、お金あるからね。で彼らが香港に来る、香港なんてあんな小さいところで不動産開発さればですね、うん、あっという間にうなぎ登りになるわけです、うん、で今香港それはね、日本で不動産買うよりも香港で買う方が早いだろうからね。いや、とっても後悔してるんですよ、小さなマンションの香港がね、これからまたその厳しい弾圧があるだろうと、うん、いうことですけども、うん、そうなってきた時に、うん、今度台湾の選挙なんですよね。いや、台湾の選挙は、ね、別個に考えた方がいいと思います、うん、だけども、だって目の前にね、火が燃えてる、うん、火が燃えてるのに次炎症するとこがあるかもしれないからって目の前の火を消さないバカいませんよ。台湾 その選挙への影響があるわけでしょう。でも、ね、もちろんあると思いますけども、その前にその要するに親中じゃなくてね、やっぱり反中というかより独立派の方が強くなるというね、うん、だけどもですけどね、台湾はね、台湾には中国共産党の力を及んでないんです。中国共産党は台湾という島の中で一銭も税収を上げたことない、で自分たちの力を及んでないところです。でそれよりも自分たちの、ね、国土である香港特別行政区で火がこれだけ燃えている、この火が台湾に飛ぶかどうか、まだ炎症する先のことを考えてね、目の前の火を消さないバカいませんよ。さあどうなりますか、ね、まあ、いよいよだけど僕たちから見るとやっぱり台湾と香港というのはやっぱり連動、政治的には連動しません。そうですか。香港人は台湾のことを軽蔑してますし、バカにしてますし、台湾人も香港バカにしてますし、言葉通じませんからね、うん、そうであっても香港でひどいことあればやっぱり台湾の人たち、うん、つまり台湾人が、うん、中国という国をどう見るかってことだと思うんですけどね。そうすると、あ、これは中国がここまで本気になってやってくるぞっていう、ね、蔡英文がね、死に体だった蔡英文が生き返ったのは香港のおかげですよ、うん、でそれは、民進党蔡英文政権は今の香港騒乱を選術として 120% 使ってます、うん、それでね、まあ、返還20年の一昨年ですけども、まあ、香港のマスコミ状況みたいなことを取材に、うん、してまあ、最終的にはね、これからまた香港っていうのは大陸から一旦、うん、香港に逃れて
そこで財力を蓄えた人間またそこからそのコモンウェルズとかねそういうところに行くスプリングボードだったわけですよ、うん、それ香港というのはこれ百数十年それをずっと続けてきたわけですね。ですからそういう大きな流れから言えば今現香港人が、うんね、香港を捨てて海外に出ていくそうすると新香港人が出てまた入ってくるというそれだけのことなんです。輪廻再生みたいなことでね、うん、あそれだけなのか、まあ、そこだけが、まあ、これからやっぱり今かなりあの緊張感になる局面になったっていうのは天笠さんの話でよく分かりました。で週末なんとなく日本にいるとね報道が少なくなるってことはなんか安定化するかごとく思ってるけど生情報に接してる人はいやいやそんなことはないと、うんうんいやですからデモというのは週末起きます、ね、それも週末の日が暮れてから騒ぐわけです、うん、なるほど。本日金曜日、うん、多分これは今日は収録ですから土曜日か日曜日放映されております、うんその辺で台湾香港情勢やっぱりウォッチしたいと思います、それから今日ね天笠さん初めて登場していただきましたけど、まあ、これからやっぱりあの彼を中心にちょっと中国を考える番組もいろいろ企画していきたいと思ってます、まあ、いろいろ少しずつウィングを広げていきますので今日はありがとうございました。森崎さんまたその多分新聞記者2があればいろんな反響があると思うし、ね、やっぱりなかなかこう逆に言うと権力化した人たちはこういう人をほっとかないかもわからないからやっぱりいろいろね あなたもうねそんなねあれですよ檻の外からギャーギャー言われて檻の中行って戦わないと食われちゃって檻の外からねギャーギャー言っても喧嘩にならない、まあ、もう檻の中入ってもっと戦いなさいよということで今日は一応この辺で手締まりしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。